こんばんは、キリュウです。ラットです。で歴史はエンターテインメント。鹿島市歴史チャンネルへようこそ。今週はね、もうあの、大河が <laughs> なかったので、いっそのこと江島行島関連解説でずーっと行こうかなと思ってたんですけど、まあでも戦国時代がないのもね、ちょっと寂しいかなと思いまして、どうする家康にも 関連はしているんだけど、多分ドラマでは取り上げられないだろうなぁという、信長のおばさんのお話をしたいと思います。割とね、戦国好きには有名な女性なんですけれども、この人も戦国時代にたくさんいた女上主の一人でね、かなり過酷な人生を送った女性なんですよ。女上司と言ったら、おたずちゃんみたいな人ですか あ,あそうです、そうです。あの、せなちゃんのね、幼馴染みで、最後ね、菊間城の女城主として、家康さんと戦ってね、花々しくね、打ち死にしてしまったね、おたずちゃんも気の毒でしたけど、この信長さんのおばさんも、相当気の毒な人だったんです。信長のおばさん、名前を、おつや。 と言いまして、信長のお父さんの妹になるんですけれども、ただね、年齢的には信長さんより下だったんじゃないかとも言われていて、おばさんではあるんだけど、まあ、信長さんにしたら兄弟みたいな存在だったようです。彼女の最初の結婚は、戦国女性あるあるの政略結婚で、美濃の斎藤家の宿老の一人だった日々の清金という人に嫁ぎました。 結婚した年は分かっていないんですけど、多分ね、小田家と斎藤家がこう、割とね、同盟を結んでいた頃のことなんじゃないかと思います。あの、信長さんも斎藤道さんの娘の脳姫、貴重なんか言われたりもしてますけど、同盟のためにね、結婚してましたけども、そうしたまあ、小田家と斎藤家の関係が良かった頃、さらに結びつきを強めるために、おばさんのおつやさんも美濃に突がされたんだと思います。ところが、斎藤道さんが死んで、小田家と斎藤家の関係がこう、悪化して、 しちゃったもんで、A64 年1561年に、織田信長が美濃の森部へ攻め込んじゃうんですね。この森部の戦いで、お津屋さんが嫁いだ斎藤家の宿老である日々の清真も戦死してしまったので、お津屋さんは終わりに戻って、今度は織田家の家臣に嫁ぐんですね。家臣のどなたにのところに行ったんです えっとね、残念ながらね、誰かっていうのは分かっていないんですけれども、うん、それよりもね、その後、おつやさんは信長の命令で、またも政略結婚として、美濃の岩村城主の遠山影島に突がされてしまうんです。また信長さんの命令で、どうして 実はね、この岩村城っていうのが、ちょうどね、この、美濃、品野、三河、終わりとにこう、国境がね、接している、幼少の地、みんながね、欲しい大事な地だったわけなんですよ。この頃、武田信玄なんかも狙っていたんで、信長さんにしたら、まあ、そんな大事な場所を信玄に渡すわけにはいかないっていうんで、まあ、自分のおばさんを岩村城主の、遠山影島の嫁に差し出すことで、なんとかこう、自分の味方に引き入れようとしたわけなんですよ。 ちょうどね、この頃、東山影塔も、うん、武田に着こうかなでも、信長もしてがたいなーって感じで、こう、両天秤にね、かけている時期だったので、まあ、渡りに船っていう感じで、おつやさんを嫁にもらったようなんです。なんかね、このね、おつやさんってむっちゃ美人だったらしいんでね。まあ、やっぱ東山影塔も男ですからね、美人には弱かったのかもしれませんね。<laughs> でもさおいじさんにしてもそれかおつやさんにしてもなんかおだけって美人が多いですよね。ね、うん。確かに信、ねうん、長さんも結構反作してですだね。ういいねなのでまあ美男美女がいるところだったんだけどそれだから余計そういうふうに重宝されてしまうのも悲しいような気もしますよね。 まあそうですね。ところが、おつやさんの三人目の夫である東山影藤は、元気三年、1572年の8月に亡くなってしまいます。実はね、この東山影藤って、はっきり武田に敵対して、織田の味方になった。 っていうよりは、まあ、武田と織田の両方に従っているっていう感じだったんですよね。当時の国衆っていうのにはこういうね、まあ、両方につばつけとこかっていうタイプも結構いたんで、遠山影塔が死んだのは別にね、両方に属しているのをけしからんって咎められてとかっていうわけではなくて、単純に病死だったようなんですけれども、ただ、おつやさんと遠山影塔との間には子供がなかったので、そしたら信長さんがじゃあってことで、自分の息子のご坊丸 っていうのを、遠山影島の後継ぎということで、岩村城に入れたんですよ。つまり、これによって、遠山家を完全に織田家に取り込んで、武田の支配から切り離してしまおうって考えたわけなんですね。でもね、この信長の息子の五坊丸って、この時まだ5歳ぐらいの子供だったのでね、実質的な岩村城の城主は、五坊丸の義母、母親として貢献役となったおつやさんってことになるわけで、ここに岩村城の女城主、 おつやさんんが誕生したんですな、ね、るほど。じゃあ、望んでじゃないし、別にそういうこう、勉強じゃないけど、武道をすごい学んでたわけでもない。全然普通の女性だったんですけどね。ところが、その同じ年の10月、だから2ヶ月後ぐらいですよね、8月にね、旦那さん亡くなってるからね、岩村城が武田方の秋山虎重によって包囲されてしまう。 ま、実はね、この頃、武田信玄って、もう信長との同盟やめるって言って破棄して、信長の敵対してた本願寺と手を組んで、それで信長包囲網の、ま、一角として、西にね、こう攻め登ろうとしていたんで、小田方になっちゃった岩村城もついでに奪還しようって言うんで、秋山虎瀬家の軍を差し向けたようなんですね。岩村城の女城主、おつやさんにしたら、頼りの甥いっ子である信長は今日で、朝倉義景とか浅井長政とか本願寺とか三好三ん 人種なんかのこの信長包囲網ににっていて、とていとも岩村城に救援を送れるような状況で、はなかったですしで、同盟国のね、家康さんも、尊みに攻め込んできた信玄にね、味方柄でああ負けちゃったとかってなんかそういうね、大変な時期だったので、救援どころじゃなかったわけなんですよ。だから、おつやさんにしたら、もうどこからも救援が望めない中で、籠城して全員打ち死にするか、それとも武田方に降伏するかっていう、まあ究極の選択を迫られたわけです。 そしたらね、武田方の包囲してるね、秋山虎重から、もし、おつやさんが自分の妻になってくれて、で、まあ、信長の息子のごぼう丸を、ま、人質として甲府に送るんなら、岩村城の全員の命を助けましょうっていうふうに、こう、打診が来たわけなんですよね。この条件に、おつやさんとの結婚っていうのが入ってるのを見ても、やっぱりおつやさんってよっぽど美人だったんでしょうね。秋山虎重も妻にしたいって思うような、そういうね、いい女だったんでしょうね。 そこはなんか今のを聞いて、あやっぱりすごい美人だったんだなと思いましたけど、逆に言うと男性って本当にと思いました。<laughs> ね<ー>で、まあまあこの時、おつやさんが出した答えは、自分が秋山虎茂と結婚することで、岩村城にいる全員の命を助けるというものでした。こうしてね、岩村城は小田から武田方の手に移って、おつやさんは秋山虎茂の妻となる 信長さんんのの息子五丸は交付に送られてしまったんですでもね、これに激怒したのが信長さんです。自分がね、助けに来なかったのは棚にあげてね、息子の五長丸を武田に差し出して、しかも敵の妻になるとは何事かーってむちゃくちゃ腹を立てたんですが、でもこの時さっきも言ったように信長法囲網に取り囲まれてて身動きが取れなかったので、まあまあしばらくは岩村城をそのまま放置しておくしかなかったんですね。でも、 後でね、信長法囲網の一角だった武田信玄が病死してしまうんですよ。浅井長政とか朝倉義景も信長さんが滅ぼしてしまったので、天正3年、1575年、信長さんは満を持して武田攻めにかかります。 この時岩村城も信長の息子の織田信忠の大軍にまたも包囲されてしまうんですよ。この時の上司はおつやさんじゃなくておつやさんの旦那さんになった秋山虎茂だったんですけど、この秋山虎茂は部下の命を助けてくれるのならっていう条件で降伏します。 やっぱりもうあの、部下の命をね、このまま、うち死にして殺すよりは、助けてもらって、降伏しますっていうね。で、一旦は、信長さん、この条件を OK したんですよ。OK したんですが、なんと、城を明け渡した秋山虎重と、落合谷さんを縛り上げちゃうと、捕まえちゃうと、岩村城の家臣とか兵たちを、次々に殺してしまったんです。約束が違うって、秋山虎重は叫んだんですが、もう、後の。 秋山とらしげとおつやさんは、長良川の河原で逆さ貼り付けにされてしまいます。貼り付けじゃなくて逆さ貼り付けうんうんうん。貼り付けっていうのはわかりますよ。うんうんうん。分かる <laughs> そ,うそ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 う。そうなんかこう、板みたいなのにね、こう手足をね、縛られて、槍でかれて殺されるっていう、まあ、刑なんですけど、逆さ張り付けっていうのはね、その手足を縛られた、その貼り付けの頭を下にした形で逆立ちして張り付けになってるみたいな感じですね。しかもね、そのまますぐ殺されるんじゃなくて、その状態、逆立ちした状態で3日2晩放置されるんですよ。だからね、この逆さ張り付けって、こう、頭が下の状態で3日2晩いなきゃならないじゃない だからもう頭に血が昇って、鼻とか目とかね、口とか血が流れるは、もうひどい時には目玉まで飛び出してしまうと言われているほど、地獄の苦しみを与えるような、無茶苦茶な残酷な刑だったんです。信長さんはやっぱり自分を裏切ったおばさんがよっぽど許せなかったんでしょうね。だからただの貼り付けでも結構ひどいのに、逆さ貼り付けというとんでもなくむごい刑に処して、おばさんのおつやさんを 殺してしてまったんですね。この時、おつやさんはね、逆さ張り付けになりながら、実のおばにこのような非道な行いをすると、お前は必ず因果の報いを受けるであろうって叫んで死んでいったと言われております。まあ、一説にはね、その呪詛の言葉を聞いた信長さんが、もう怒って自らの手で切り殺したとも言われているんですが、どちらにせよ、実の追いによって、むごい殺され方をしたのは間違いないわけで、まさに。 気の毒としか言えないおつやさんの障害だったわけですもう何よりも信長が本当にひどだわって思いますよね自分大変だったから助けに行けなかったらせしてみたいな そうなのよね。そこがね、やっぱちょっとね、信長さん裏切られるとちょっとブチギレちゃうタイプって感じなんでしょうね。ということでね、今日は戦国の女上主紹介ということで、信長のおばさん、おつやさんの逆さ貼り付けになって殺されるという壮絶な障害をご紹介してみました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。Twitter もやってます。メンバーシップもやってます。 ではまた次の動画でお目にかかりましょう。じゃあねー。話聞いてると、おつやさんもしょうがないやん、そういう判断したの。うん。戦国時代ってそういうことよくあったと思うから、そんな風にこう、身内を処刑したいって普通にあったの 身内は、まあ、そこまではないけど、ただほら、あの、人質に取られているのに見捨てるみたいなのはあるね。やっぱりね、その辺はね。ただね、やっぱりあの、命を助けるっていう約束で降伏して、そのものまで命を取るっていうのはやっぱり信長さんとか、あとま、その後、信長さんのやり方を学んだのか、秀吉とか、かなり今までの戦国武将のお約束みたいなのを破ってるっていうのはあるんですよね。まあ、なので、それだけ、なんていうんですかね、その敵を、 皆殺しにしないではいられないさらにレベルアップした戦国武将だったのかもしれないですけどねでも現代人から見るとかなり残酷な話ではありますね。女上主でそんなこう大変じゃなかったというかすごく活躍して最後まで幸せだった人ってあんまりないの ちょっとね、面白い人がいて、のぼの城って映画にもなった、あの小説、和田さん先生の小説ののぼの城にちょっと出てくるんだけど、あの、かいっていうのが出てくるんですけど、その人なんかね、なかなか面白い生涯を送るんですけども、まあ、あの、もしご要望があったら、それはまた別で、女上手ではないけど、まあ、でも、のぼの城の時でもね、かなりね、強いこと言ってましたからね、あの、そういう感じのちょっと強い、 結構なんかこう、おたずちゃんみたいな感じでね、あの、割と自分でも戦えるような女性として、まあ有名な海姫っていうのがいるんですけどね。まあその話なんかも、まあ、もしご要望があればまたしますので、コメントで海姫解説希望って言って、あの、言ってくださったらまたそれはね、別で渡してようかなと思います。